器やお箸、お手元から調理器具までを専門に扱う会社や、私たちの生活になくてはならない産業廃棄物を処理してくれる会社がぐっと身近に感じられるよう、これまでの考えをシフトした達人を紹介。飲食店を支える縁の下の力持ち。とっても素敵なお料理いただきたいと思います。器とお料理ってやっぱり考えられて提供されてるんですね。器や調理器具などを提供する京橋白木。こんな素敵な器を提供している京橋白木さん、行ってみましょう。あ、ここが京橋白木さん。でも、本社は移転したって聞いたんですけど。こんにちは。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。本社移転を含めて、京橋白木、本当に楽しそうな会社だっていうのがよく分かりました。今でこそ楽しい雰囲気でやってるんですけども、はい、僕が継いだ頃はもう全く全然こんな感じじゃなかったんで。あ、そうなんですか。はい、大学卒業して1年間外で勤めて、父が体調悪くなっちゃったんで戻ってきてくれってことで戻って、社会人の社の字もわからないまま戻ってきて、会社の中その時も結構ボロボロな状態 で、僕なんでそれでも頑張れたかっていうと、決算書読めなかったんですよ。それが功を奏して、決算書読めないから会社がどんだけやばいかって分かんなくって、まあでもなんか感覚的に全然元気ねえなっていう感じで、おまけに後ついたら借金1億円ついてたみたいな。え、そうなんですか。後から僕は大変さを気づいたんですけども、その当時全然気づかなくて、とにかくもうこの会社を立て直さなきゃいけないなと思って、だから入ってもう8年とかぐらい、僕30代前半までの記憶っていうのはあんまりなくて、あ、もう必死に働いて働いて、そもそもなんでそこまでその後継ぐことに不安になったかっていうと、僕の父の代でもう3代目が本当売り上げすごいちっちゃい個人商店だったところから、まあ企業って言われるぐらいまでの数字を作ったんですね。で作ったんですけど、バブル崩壊して、でたった一人で親父はもうなんとか側近とか幹部っていうのをいなかったので、売上がどん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 下がってて、9年間売上が下がり続けていく中で、まあ、誰にも相談しないでたった一人でやってたら、その時から社員とも線を引いて、だからもう僕も会社好きになれなかったし、数字は上げるけれども、まあ、会社でのただの、まあ、付き合いでしょみたいな、すっごいドライというか冷たいところあったんで、今とはもう全く正反対な感じですね。その転機というか、はい、会社の業績自体は僕が継いでから17年間でほぼずっと右肩上がりで成長はできたんですね。やっぱりその自分が楽しくないと思いながらやるのがもうしんどくなっちゃって、でなんかお金を稼いでも別にハッピーなわけ、それだけでハッピーなわけじゃないし、コミュニケーションの研修というかそういったものがあるよということで、まあ、そこに行ってから、まあ、弟が専務でナンバー2でずっと一緒にやってきたんですけども、会社の後を継ぐことは自分たちの関係、兄弟の関係は犠牲にするものでしょうがないって諦めてたので、はい、あ、そうなんですね。今やってんのはヒーローズクラブというすごいベタな名前なんですけど、はい、ヒーローが集まってる。ヒーロー、いや、そうなんですよ。自分たちがヒーローだっていうんじゃなくて、はい、まあ、中小企業のおっさんたちでも頑張ればヒーローになれるよねみたいなところで、はい、まあ、そういったなんだろう、今仲間と十何社で集まって、で、まあ、中小企業のトップ社長だけじゃなくて、その幹部とか社員も巻き込んで、ヒーローズクラブ、日本全国の中小の経営者たちが日本をもっと元気にしようと活動しています。竹下社長も会社ごと参画して、まあ本当にベタな言い方ですけど、まあ、
ね、今こういう時代なんで、まあ、中小企業から日本を元気にしようよということで、まあ、いろんな活動をやっております。日本を元気にするって素晴らしいですね。例えばどんな活動をなさってるんですか？具体的な活動としては、例えば自分たちの、まあ、失敗したことだったり乗り越えたことだったりを、まあ、広くお伝えするそのトークイベントみたいなことを定期的にやったり、あとはその中で評判の良かったことを書籍にしてお伝えしたり、あとは今チームビルディングの一環として会社で太鼓、和太鼓を叩いております。それは何かあのビジネスに関係するんですか？最初は和太鼓を叩いて正直何になるんだろうって思ってたんですけども、はい、会社の中でコアで動いてるメンバーと、5人で太鼓チームを組んで、年末にその発表する場があるので、はい、まあ、そこに向けて1年間やってきたんですけども、やっぱりいわゆるこの業務時間外で同じ体験をするっていうのが正直なかったので、本気でその太鼓を一緒にやる時間を持ったことによって、すごいそのチームの中の意思疎通が変わってきて、なんでだろうと思ったんですけども、やっぱり太鼓って多分音階ないじゃないですか。あ、はい、音階ないんでタイミング合わせるしかないんですよ。でそのタイミングを合わせるっていうのは、おそらくその意識を合わせないとできないことだと思ってて、はい、でその意識があったことが太鼓だと可視化できるというか、聞こえるし見えるし、なんかチームビルディングって言うけど可視化できないじゃないですか、意思って。分からないですね。分からない。なのでその太鼓やることによって、まあ、確実にそのコアのメンバーの意識が変わったのは、あのものすごく意思の伝達が早くなりましたね、1年間やったことで。そんな効果が太鼓にあるんですね。びっくりしました。その太鼓のメンバーは、あの一緒に経営なさってる弟さんも入ってらっしゃるんですか？はい、弟とも随分一緒にいる時間が増えましたね、はい、弟ライタさんとのパワフルな両輪で京橋白木は大きくシフトしようとしています。飲食店さんとの関わりがたくさんあるようですが、あのコロナウイルス大変だったんじゃないですか？まあ、何より数字的には本当に厳しかったんですけども、それより何より今まで自分たちがなんだろう、プライドを持ってやってきた仕事がなくなっちゃったことにすごい、どうしよう、これからどうなるんだろうっていう不安はやっぱ会社の中でもあって、はい、今回ばっかりちょっと先行きが読めなくなった時に、まあ、さっき話したそのヒーローズクラブのメンバーが、まあ、止まってちゃダメだよねってことで、具体的に行動の方針というか取り組みをみんなで決めたので、それがあったことでなんか一筋の光になって、まあ、みんな一回顔を上げてずっとうつむいてたんですけど、まあ、やるならやるしかないよねってことで吹っ切れたのがすごい大きかったですね。具体的にはどんなアクションを起こされたんですか？僕たちがずっとやってたのは、まあ、とにかくこういう時だからこそお客様の元に行こうということで、今回このオールモストゼアノーレストランノーライフって書いたこのキャンペーンを全員で話し合って、何をしたらその今飲食店さんに今までずっとお世話になった恩返しできるのかなってことで、恩返しキャンペーンとしてまずお店がなかなか今入らないので、そこのお弁当全員分順々にお客様のところ行って買おうっていうことを一つやったのと、あと自分たちが在庫しているそのマスクとかそのコロナ対策用品をできる限り無償でお届けする。でそれもなんかただ物を送るんじゃなくって、僕がその担当と一緒に行って何かお役に立てることないかっていうことを回れたっていうのがすごい大きかったですね。で何よりそのうちのスタッフの中でこんなに仕事ってありがたいんだなっていう、その仕事が普通じゃないことをみんなが共通認識したので、だから今ちょっと忙しくなってきて本当に嬉しそうですよね。お客様ともつながりは逆に深くなりました。そんな貢献が少しずつ広がって、
なんか日本がハッピーになったらいいんじゃないかなって、その一助になれば。京橋白木さん、まさにヒーローですね。達人の道インフォメーション。これまで達人の道がこれぞ達人とご紹介してきましたが、その後を追いました。まずは世界に誇る日本のタオル、おぼろタオル。美しい髪は理想のタオルドライから。すごく柔らかくて気持ちいいんですよ。吸収力もすごくてさっと乾くのが嬉しいですね。スピード吸水、植物由来の消臭効果、理想の柔らかさ、安全安心で肌に優しい。ヘアケアのために生まれた先発タオル、おぼろタオルから。相続をオーダーメイド、家族に寄り添う夢相続。夢相続の夢。夢相続はご家族の絆と財産を守る微笑み相続を目指しています。夢相続の夢。眠っている現金や土地を見える化、そして分かる化できる相続相談のプロ、相続実務士が日本全国で活躍することです。夢相続は相続相談件数累計まもなく15,000件。相続実務士になって夢を実現しませんか。あなたの夢、夢相続の夢。夢相続。床から快適な空間を、フローリングの生田。エアウォッシュっていう新しい機能を、空中に舞ってるインフルエンザ菌を落とすと、フローリングに落ちた菌とかウイルスが分解不活化が始まって無害化すると。魔法の床ですね。そうですね、菌の削減とかウイルスの削減、あとは匂いとか VOC の削減も低減もしますので、健康フローリング。健康フローリング。太陽を浴びたドラキュラは消えてしまいました。幾多のエアウォッシュフローリングと同じだね。え、光の力で床に落ちたウイルスを除去。フローリングの幾多。宿題は消えないわよ。この国で私たちが作りたいのは分煙の進んだ社会。それぞれの場所に合うさまざまな分煙、それを提案し新たに形にしていくこと。これからも変わらぬ気持ちで前へ進めていきたい私たちです。 JT。 お知らせの後、埼玉の住宅街にシマウマ登場。一体どうして。埼玉県川口市に来ています。住宅地と工場が立ち並ぶような場所なんですけど、ここにシマウマがいるそうなんですよ。あ、ここがちょうどその石田さんです。あ、シマウマってあれのことだったんですね。こんなシマウマを飼っているというだけでもう達人決定でいいですよね。愛くるしいシマウマを飼っています。こんにちは。社長、はい、私シマウマに乗る気で来たんですけど、シマウマってあれなんですね。そうです、うちで飼ってるシマウマはあれなんです。うわ、びっくりです。株式会社石田、埼玉県川口市にあるユンボーやトラックがバリバリ働いている会社。どうしてシマウマを飼うことにされたんですか。うちの会社の前が公園なんですけれども、やっぱりそこに来る子どもたちがこう喜んでくれたらいいなって思いだったりとか、まあ、地域の方たちがこう喜んでくれたらいいなっていうところからシマウマを飼いました。こう一緒に働いている従業員の皆さんの反応っていうのは、最初見た時どうだったんですか。お客様が来た時に、あ、なんかすごいいいの入れたねとかって喜んでくれたり、お客様からたくさんのいいねとかありがとうとか、その会話の幅が増えて、結構声かけられるのが多くなって楽しく話せるようになってきました。社員もこうみんな楽しんで、あ、入れてすごい良かったなって思います。雰囲気も変わりましたか。今までの重機だとやっぱりあんまりこう綺麗にしなかったりとか、やっぱすごい汚れるので、みんなこう気を使って
やっぱりこういろんな方が見てくれたりするので火を使ってきれいにしたり、普通 の、 黄色いユンボが来るよりはやっぱそのシマウマの可愛い顔をしてるんで、なんか自然と愛着が湧いてみんなこう大事に扱うようになって、すごいみんな大切に扱ってます。顔のとことかタオルで拭いたりして、ほんと汚さないようにしてみんなで大事にして。シマウマを飼うと聞いた時、その時の社員の方々の反応ってどうだったんですか？私はやっぱりこういう顔なんで、多分勝手にこうワンマンで決めたんだろうってこう思われるかもしれないんですけども、動物をなんかこう飼おうかなっていうのはこう私が決めたんですね、はい、でそれをですねこう社員に伝えて、こう一応どんな動物にしようかとかっていうのはこうみんなでこう考えて。シマウマを飼うことにしたのはいつですか？2020年のこう1月頃にですね、購入しようと思いました。それなぜですか？私たちにしかこうできない貢献ってなんだろうなっていうのをこうみんなで考えた時に、ただこう機械を買うってみんなこう普通のことなんですけども、まあ、それをですね本当に機械を入れることによって、まあ、今回ペイントでしたけど、それがですねこうもしかしたら地域の方にですね貢献できたりとか、でそれをですね本当に社員とみんなで楽しんでやるってことをこうやりたいなと思って導入しました。とてもユニークな会社っていう感じはするんですけれども、はい、こちらの株式会社石田はどういう会社なんですか？はい、今年でこう創業51年を迎える産業廃棄物処理をやっている会社です。で私の父親が創業でですね、こう私が2代目として今こう経営しています。主にですね建設関係から出るこう廃棄物を扱っているんですけれども、例えばこうアパートだったり新築住宅だったりこうマンションからこう出るですね、こう廃棄物をこの処理場にこう持ってきて、でこう分別してこうリサイクルするっていう仕事をしています。産業廃棄物って言われるとこう全部こう一緒くたんにされるものだと思ってたんですけど、ね、違うんですね。うちに来る時にはこう一緒くたんになってこう新築現場だったりから来るんですけども、それをですねこう手でこう仕分けしたりですとか、こう重機を使って仕分けして、例えばプラスチックだったらこうリサイクルできるものをこう分別したりですとか、あとはですねこう金属だったりとか、あと段ボール、あとこう住宅のこう壁なんかに使われているこう石膏ボードなどもまた石膏ボードに戻すことができるので、それをこうこの施設でですねこう大体20種類ぐらいこう分別して、こうリサイクルできるものはリサイクルして、で最終的に処理しなきゃいけないものはそう処理施設にこう搬出するという仕事をしています。実はやっぱり初めこの産業廃棄物処理の仕事っていうのがすごい嫌いで、仕事をしても結構成果が見えにくいんですよこの仕事。あ、例えばやっぱりこう物を作ったりとかっていう仕事ではないので、こうやればやるほどこう物が増えてですね、あんまりそのやりがいもなんか感じられないなっていうのがありました。仕事は嫌だったんですけど、父親のこう生活を見ていると他の会社で働くよりも絶対給料稼げると思って。お金ですか？はい、そのためだけに入社しました。うーん、で実際に働いてみてどうだったんですか？そうですね、やっぱりこうこの仕事って私こう昔思ってたのが、こうやりたくてやってるやつはいないんだろうなって思ったんですね。それでお金が稼げて満足だったんですか？はい、そうです、やっぱり初めはこう満足してましたけど、やっぱりそれってこう終わりがなくて、こういくら稼いでもこう充実するわけでもなく、稼いだら満足することもなくっていう風な状態でした。結局はお金じゃないっていうことですかね？そうですね、やっぱりこうお金は稼げますけど、こうやりがいとか充実感がこう次第なくなってきて、仕事に対する情熱とかをこう失っていったっていう感じですね。それがどうしてこういう楽しい会社になったんですか？仲間ができたんですね。仲間？はい。達人の道インフォメーション。これまで達人の道がこれぞ達人とご紹介したその後の達人を追いました。居酒屋さんでも家飲みでも割るならハイサワーの白水車。お家で本格的なレモンサワーを作るなら、せーの、ハイサワー。レモン、
たっぷり入ってるから、うんうん、焼酎と割るだけ。埼玉、基本は1:3、炭酸ピチピチ、シュワー、濃さも自由にお好みで。お酒も入ったハイサワー缶チューハイもおすすめ。さあここでハイサワー大好き、キャッキャッキャッ。マナーの達人がここに、みんなで考えましょう。世の中にはいろいろな人がいて、あなたの好きは誰かの嫌いかもしれない。好きなことをするときは周りに心を配る。タバコについても同じです。大人のたしなみには配慮がある。改めて伝えたい私たちです。 JT、 どうしてこういう楽しい会社になったんですか？ヒーローズクラブです。ヒーローズクラブです。ヒーローズクラブって何ですか？全国から中小企業が集まってですね、社会貢献をしていこうという集まりなんですけれども、石田さんや経営幹部もヒーローズクラブのメンバー。経営のシフトチェンジができた石田さんはそれを仲間に伝えています。まあ、そこで本当にこう社長だけが参加するんじゃなくて、こう社員さんもみんなこう集まってですね、こうみんなでこう教育しながら楽しんでこう日本をこう元気にしていこうという集まりです。あとこうチームビルディングということで、別に社長同士だけが仲良くなるわけじゃなくて、そこの社員さんも含めてこうみんなでそのチームを作っていくっていうのを、例えば和太鼓だったりとか、あとは登山研修ですね、そういったのをこうやってます。和太鼓、いや、はい、登山っていうと、業務とはまたちょっと違うと思うんです。会社も多分登山も一緒で、まあ登山だったらこうね、その山の山頂に登頂するっていう目標があると。で会社でも例えばビジョンとかがあって、こう目標があったら本当はこうみんなでこう手助けしてそれに向かっていけばいいって思うんですけども、やっぱり会社になるとこう自分がだったりとか、そういったところで本当人と人とのつながりがなかなか見えにくいので、登山研修だと本当にそれがすごい見えるなっていうのがあります。じゃあそのこう経験がどういうふうにこちらの石田に生かされているんでしょうか？ただこうね、働いている、ね、人の集まりではなくて、本当にこう仲間だなっていうふうにこう思えるようになっていると思います。でもその後すぐにコロナが来ましたよね。そうですね、ありがたいことにこう私たちの業種はそんなに影響を受けることがなくてですね、でやっぱりこう経済活動を止めないために運送屋さんがこう注目されたりですとか、まあ、私たちの業種もですね、こう注目されるようになって、こうおかげさまでありがたいことにですね、こう仕事も減ったりすることなく、逆にこう忙しくなってですね、でですね、その時期に暗いニュースが多い時にこう来ていただいた人たちとかがこう笑顔になってくれたりっていうのがすごい嬉しかったですね。こんなコロナの中でも社会貢献につながるなんて素敵な話ですね。そうですね、やっぱりそれがこうやらされてるんじゃなくて、本当にこう自分たちがこう楽しんでやってるっていうのがやっぱりそれでこう伝わると思うんですね。なので今本当にこう社員がそういうふうに自分たちが楽しんでやってくれてるので、すごいそれをいろんなことでこうまだまだ本当にたくさんのことで貢献できるなっていうふうに今では思ってます。今後はどういうふうにこう会社を変えていこうと思ってらっしゃいますか？そうですね、実はですね、あとこう2頭来る予定なんですね、はい、来るってまた買うんですか？はい、またシマウマが来るんですか？そうですね、こう敷地の中でシマウマは結構こう小さい機械なので、次に入ってくるのが大きな機械なんですね。なので次はキリンにしようかなと思ってます。あ、じゃあシマウマとキリン、はい、さらにもう1台あるんですね。もう1台、はい、でですね、それもこう動物にしようか、あとはですね、こう住宅関係で結構美大の方がいるので、そこの学校に例えば依頼をしてこうキャンパスとしてこう自由にデザインしてもらおうかなとか、そんな風にいろいろ考えてます。
いや、より楽しい会社になるんですね。素晴らしいですね。そうですね。ただやっぱりこう何かを買うだけじゃなくて、本当にたくさんの人とこうコミュニケーションを取ってやっていきたいなって思ってます。素晴らしい取り組みですね、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、うん、僕らに胸に次回達人の道は京都探訪の達人。今だからこそ混雑しない秋の京都を満喫できる達人になりましょう。